いやもうなかなかずっと段ボールだったよ。だってわなわなんちずっと机なくて、メイク動画とかも段ボール。だってマヤがおらんくなってから自分作った時って、じゃあマヤずっと段ボール世代だったよ。そう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 、自分せこいからさ、多分せこい、せこい、あの机にお金かけたから。何せこいって、えせこいって伝わらん、せこいって意味わかる、ずるいってことやろ、せこいってわからん、ずるい、自分せこいから机買わないって、なんかおかしいじゃん。え、おかしい、おかしくないよね。ほら自分せこいから、せこいけ、え、言うよね。あ、これはちょっと地方の問題かもしれないですね。あの広島の方がおりますので、よくいつもね、なんかまなまなだけせこいみたいな、そんな感じよね、使い方。まなまだけこんなん食べてせこい、普通に自分せこいけとか言ってる、そんな自分せこいとか言わないね。言いますわ。あ、いつもね、こうあの3人でこう大阪の人たちがこう2人でいつも1人になるんですけど、今回はスタッフさんに1人広島の子がいるんで、2-2で今日はいい感じでした。よかったです。いつもね、あの、何それ、ニャーって、ニャーセニャーとか言う、しなばにニャー、あ、違う、セニャーって言ったらニャーって、何ニャーって、いつも言われるんですけど、はい、今日は1人じゃなかったということで、まあ本題ですよ。早速、はい、じゃあやっていきましょうか。はい、レッツゴー。はい、はい、ラリラリラー、あったまった、あったまってる、あったまってます。はい、まずご飯をね、はい、コンと置いちゃいます。はい、あ、これ失敗、いいか、ごま油せざるを、じゃない、あ、ごま油、一応ね、油ちょっと引いてもらったんやけど、うん、ごま油、ごま油だったらちょっといい具合ね。そんな伸ばし方ある、じゃあもうちょっと、キッチンペーパーください。すいません、大丈夫、はい、はい、はい、いきます、お願いします、せーの、いいでございます、はい、でございます。ほんで、ほんで、お肉ですね、お肉ですね、ちょっとお待ちください、美味しそう、美味しそう、これちょっとお肉用の箸にしよう。じゃあお肉置いていきますね。はい、はい、もうパッパッといきましょう。はい、終わりました、パッパッといきましょうね。終わりました、いいですね、いいですよ、お、いい、いいね、はい、いいね、はい、はい、お肉用の箸で、バトルマスク、はい、で、コーン、コーンですね、どのくらいいきますか、もう全部いきましょう、全部ですか、じゃあいきますよ、せーの、どうですか、素晴らしいです、やばいね、これ、え、テンション上がるね、テンション上がるわ、はい、ネギですね、はい、ネギはどんぐらいいきますか、全部いきましょう、はい、わかりました、それでは全部、素晴らしい、あ、美味しそう、マジでストーリー撮りたいわ、ストーリー撮りたいわとか言って、撮影中にストーリー撮りいいよ、トロトロ、わーい、わーい、いいですね、これもう映え、映え、映えてますよ、めちゃくちゃ、すいません、混ぜないとやばいっていう、オッケーオッケーオッケー、混ぜていきます、はい、混ぜていきます、超うまそう、ね、で、マヤたち、ほら、見て、エプロン、エプロン、え、なんかさ、なんか足りなくない、まだか、ソース、あ、じゃあ味付けはマヤさんに、はい、味付けします、はいよーん、なんか胡椒は、振れば振るだけ美味しいっていう、あの、いやいやいや、名言
か、あの座右の銘があるんで、うん、振れば振るほど。ニンニクとかも美味しそう。ニンニクなんか混ぜれるこれ、こっから。最初に言ってたから。ニンニクもね、あればあるほど美味しいんで。あればあるほど美味しいよね。うん。ニンニクはもう、パターン。ああ。これでいきましょう。はい、あ、やばい。ダンボールが、これ。大丈夫大丈夫。え、なんかこのダンボール怖い。大丈夫でしょう。ちょっとごま油出します。はい。だいぶ多いよ、ごま。え、そう、うん、混ぜにくい。ちょ、一回避難していい？はい、いいよ。多分ね、結構お肉とね、いい具合になると思うよね。お肉も多いんで。このちょっと持ち方、ちょっとご了承ください。うん、ちょっと難しいね。うん、難しいですよ。いいね、いいね。いいよ。こう、押さえすぎたらマジで、あの、段ボール死ぬ、これ。はい、ここら辺で焼き鳥のタレ、焼肉のタレいきましょう。焦る、ちょっと焦る。あ、ごめんごめんごめん。バターさ、一番上に乗っけとったね、そういうの。そんなそばさんの。もう一回入れればいいよ。一番上に必要だったのに、うん、ね、忘れとったね。超忘れてた。超忘れてた、もうめっちゃ満足してた。満足しすぎてた。うわー、やらかし。うん。今の素晴らしさとかおもろいな。オッケー。やばいね、これ。え、マジでうまそう。みんながやる理由がわかるわ。盛り上がるよね、こういうパーティーとかさ。二人ではやれない。やらない。確かに。すごい、こういう鉄板系はマジ楽ちんだし、簡単にできちゃうから、超いい。まあ、一回鉄板料理とかにめっちゃハマってさ、おう、鉄板の楽さがすごくて。おうおうおう、なんか、ビビンバ上でやってる。おー、いいね。そう、バランスとか。うんうん、焼肉とかさ、めっちゃ好きでよく行けるんだけど、うん、焼肉もそこら辺の肉屋さんで買って鉄板で自分家でやってってするのもすごい、うん、いいよね、うん、そっちの方がちょっと安くついたりする。安い。一回ブラックペッパーが一応あるんで、確かに。はい、味見だけ前さしてみたらどうですか。はい、そうですね、希望のお味になっているかどうか。ちょっと味見しよう、うん、はい、いただきます。あっちの匂いいけるわ。うん、美味しいけど、もうちょっと濃くていいかも。うん、食べてみて。どう思った？うんうんうん、確かにちょっと濃くて、うん、焼肉のタレもうちょいあってもいい。かけたよ、うん、タイムかけましたよ。いいよ、いいんじゃないですか、うん、量やばいね。かけて。いいよ、大丈夫。いいよ、バカな。大丈夫じゃない。大丈夫じゃない。うん、レジャーシートの上だから大丈夫。結構熱くて最初味わかんなかった。うん、うまうまい。マジ猫舌だよね、マナマナ。熱い。うん、うん、美味しいね。うん、これでいいね。うん、じゃあ、お取り分けしましょう。はい、お願いします。ほら、ごめんなさい、けたさいかな。いいです、いいです。なんか、向いてないのかな、これ。いや、それがちょっと難しいかな。難しいかな。はい、お釣りいたしました。せーの、いただきます。めっちゃ色とかがやばい、うん、美味しそうって色してる。いただきます。うまっ。美味しいですか。うまっ。これマジで熱いのがいいんだ。うまっ。うん、でももう早速押してるわ。これレジャーシートしてついてくれたよね。イノシシ来たわ、かっき。多分なんか地震かなんか来たよね。うん、まやちゃんな揺れた。ホットプレートが、え、まんまのね、食い料理なんだろう。ポトフとか。でも何作ってるっけな、いつも。うん、
まに野菜炒めとか簡単なものしか作らんかった。全然ほんまに大阪におる時に友達の家でちょっと作ったりするのをやったりするけど、ほんまにね、東京おる時とかは汁もんかサラダしか作らん。あと肉焼くとかパン焼くとかぐらい。パン焼くはまあめっちゃすごい、あんまり洗い物増やしたくないけ。わかる、めっちゃ簡単なもんばっか作るから。すごいな、得意料理って。オムライスしかいるっすよ。オムライスとかハンバーグとか、簡単にできる料理しか作らんし、あんま手の込んだ料理しか、割と、これが食べたいっていうのがあったら、難しい料理でも作ったり、頑張って作ったりするけど、なんか別に食べたいって思わなかったら作んないから。なやと一緒にバレンタイン作りたかった、本当は。あ、それって言ってたよね。まあ、ちょっと時間の都合上難しかって、でもさ、ホワイトデーやるけやろうよ。なやめっちゃうまいの。もうもらって、今年も食べたんやけど、マジで上手。本当になんか、1個とかじゃないのよ。何個も入ってるのを、一個一個なんかいろいろ作ってるのをあるみたいな感じで、すごい美味しいし、毎年ね、1個にしないっていうか、いっぱい作る。作りたい、これも作りたい、これも作りたい。いっぱいで作る。それ作りたい。普通にでもお菓子作りとか、ケーキ作りとかどうなの？逆にケーキ好きじゃん、自分が。な、ケーキから。ケーキからね。作れるもんなんかな。やってみたい。手間がかかる。確かに。マジでケーキ、甘いもん好きよね。生クリームとか。いや、やりたい。めっちゃ好きよ、ケーキ屋さん。ケーキ屋さん。簡単だけどうまいね。美味しいよ。てか、まなまなエプロン超似合ってね。え、嘘。めっちゃ似合ってね。似合ってねって自分も似合ってるよ。ロングのあたりもね。すぐ前に今。裸で着てとか言い出すから。言ってないじゃんね。なんか今までの考察も。ちゃんと言うとよくしてる。もうじゃあめっちゃ汚いこれ。目が強くした。大丈夫大丈夫。お肉がでかい、見てこれね。そう、てかこのホットプレートやばくない？こんなこべりつくもせずにこんな綺麗に。ホットプレート結構そういうの多くない？自分の家もそう。でも綺麗に切った。なんかさ、他にホットプレートさ、料理がなんか気になる。ビビンバ。あ、ビビンバやりたい。ガパオライスとか気になる。この前やってた。やりたい、見たい。ホットプレート料理すごい今後もやっていきたい。チョコライスだ。すごい。美味しそう。はい、ということで今回はビーフペッパーランチを作ってみました。めっちゃ美味しかった。美味しかった。めっちゃ、おすすめ。確かにおすすめ。でも意外と量が。だから、ほんまになんか大人数とか。家族とかでね、2人でするときはちゃんと。こういう風に、まとめて、冷蔵庫に入れたり。作る量をまず、あらかじめ。確かにそうですね。いっぱい今回作ったんですけど。はい、とてもとても美味しかったので、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、この動画が良かったら、チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしてます。バイバーイ。